年1月に結成いたしました、今年1月に岩手県奥州市を拠点に結成いたしました。つながる縁と書いて花縁と申します。よろしくお願いいたします。私たち花縁ですね、チームコンセプトを縁をつなぐというチームコンセプトのもと、会場の皆さんとのご縁を大切にしたい、そして会場の皆さんに感動を届けられる演舞をしたい、このような思いから結成し活動をしております。そして本日このよさこいさんさにて初お披露目をさせていただきました。本日この演舞が4回目、最後の演舞となってしまいますけれども、演舞曲のテーマは一つの魂と書いて一魂と申します。私たち花縁は結成以前、北海道千歳市のホムラというチームからのれん分けされたチームでございます。そのホムラを先人たちと見立て、そしてその先人たちから受け継がれた熱き魂を胸に、地元岩手に熱き魂を届けたい、そのような思いでこの作品を作りました。ようやく天気も晴れてきて、会場もどんどん盛り上がっていることでございますけれども、会場の皆さんに私たちの熱い熱い魂を届けられるよう精一杯となります。ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。岩手県奥州市を拠点に活動しておりますつながる縁と書いて花縁と申します。令和5年1月に結成し、縁をつなぐをチームコンセプトとして、観客の皆様やお祭りに関わる全ての方々との縁を大切に、感動を届けられる演舞を目指して活動しております。本日は花縁を結成し始めて皆様の前でご披露させていただきます。作品名は一つの魂と書いて一魂と申します。我々が花縁を結成した思いをこの作品に込めました。皆様に熱い魂を届けられるよう精一杯演舞いたします。また私たちの演舞を見て興味を持ってくれた方は、ぜひ声をかけていただければと思います。よろしくお願いいたします。本日がデビューの花縁さん、曲は一魂です。それではお願いいたします。
縁と書いて、かえんさん、どうもありがとうございました。ありがとう。